肘方と静は、幕末期の幕臣、新選組副長。江戸党政府陸軍武行並み。味名味縄吉豊、ガゴは、豊玉、ま、家門は、左三つどもへ。新選組時代には、局長、近藤勇の右腕として、組織を支え、母親戦争では、旧幕軍側指揮官の一人として、各地を転戦し、またいわゆる、江戸党政府では、 軍事治安部門の責任者に任ぜられて、指揮を取った。明治2年5月11日、母親戦争の最後の戦場になった、函館五稜郭の防衛戦で戦死。天保六年、武州武蔵国玉国石田村に、農家の肘方義誠と越の間に生まれる。十人兄弟の末っ子であった。肘方は幼い頃バらガキと呼ばれていた。肘方家は、 お大臣と呼ばれる、玉の合能であったが、父は、年三の生まれる3ヶ月前の2月5日に、結核で亡くなっており、母も年三が6歳の時の天保を11年7月1日に、結核で亡くなっている。また、長兄のため次郎は、元室のため、時系の記録が家徳を継ぎ、早を襲名、その妻、仲によって養育された。成果には、歳三が少年の頃に、 我、壮年武人となりて、天下に名をあげんと言って植えたという、矢だけがある。これまで、11歳の時に、江戸上野の松坂屋伊五福店へ方向に上がり、すぐに番頭と喧嘩をして郷里に戻ってきたと伝えられていたが、近年発表された、石田村の人別町尾会により、数江戸市11歳の時は、石田村に在住しており、方向には出ていないことが判明した。 欠損もあるが、この人別町から、都市像が方向に出ていたのは、数えで14歳から24歳の10年間と考えられるようになった。また17歳の時に、松坂屋上野天の支店,店である、江戸天馬町の木綿問屋と称された二方向に上がり、そこで働いていた年上の女性を妊娠させてしまうといった問題を起こして郷里に戻ったという説もあるが、 前日の人別庁の存在から現在では、その信憑性が疑問視されており、どこへ奉公していたかは詳しく判明していない。その後、歳三は、実家秘伝の石田三役を行唱しつつ、各地の剣術道場で試合を重ね、修行を積んだ。姉、蘭は、指定のいとこでもある日の塾名主の佐藤彦五郎に、嫁いでおり、歳三も、彦五郎宅にはよく出入りしていたと言われる。 彦五郎は大火に乗じて、祖母を目の前で殺害され、周囲や自らの身の危険を感じたことを契機に、井上玄三郎の兄、井上松五郎の勧めで、天然美心流に入門し、自宅の一角に道場を開いていた。そんな縁から彦五郎は、死刑官の近藤勇と義兄弟のちぎりを結んでおり、天然美心流を支援した。歳三は、その稽古場に指導に来ていた近藤と出会い、 安政六年三月二十九日、天然美心流に正式入門している。文久元年、近藤が天然美心流四代目宗家に就名。記念に紅白の野のじあいが催され、都市像は赤組の大将を守る役で出場した。文久三年二月、市営館の仲間と共に、江戸幕府第十四代将軍、徳川家持敬語のための老しくに応募し、京都へ赴く。 文久3年に起きた8月18日の政変後、三浦押し組の活躍が認められて新選組が発足。その後、新見二式が切腹。芹沢鴨もも、肘片らによると見られる暗殺で応しし、権力を握った近藤が局長となった。市蔵は、副長の地位につき、近藤の右腕として、京都の治安維持等に当たった。新選組は、副長除菌。 観察など職務ごとに、系統的な組織づくりがなされ、頂点は局長であるが、実際の指揮命令は、副長の都市像から発したとされる。源氏元年6月5日の池田屋事件の際は、反対を率いて、長州藩士、土佐藩士らが頻繁に出入りしていたニトラ方面を探索して回ったが、こちらは誰もいなかった。すぐさま池田屋の応援に駆けつけたが、直ちに突入せずに、 池田屋の周りを固めた。池田屋事件の恩賞は破格のものとなり、天下に新選組の有名がとどろいた。さらに幕府から近藤を寄り木定石、大使を寄り木とする内示があったが、その時は実現には至らなかった。その後、副長の山並圭介を総長に据え、副長は土方一人となる。後に山並が脱退して切腹となった事件では、 ひ方との対立があったとされるが、水の北山の南や春の月の区を三男に当てた、ものとし、これには、土方の好きな、春の月が入っているため、山の南イコール三男とされて、中の、良かったとする説もある。その後も、タイの規律を守るために、河井木三郎、谷三十郎、武田観流祭らを切腹あるいは残殺させたとされる、こともあるが、谷と武田に関しては、 死因の詳細は不明であり、大気との関連性も判明していない。伊藤木根太郎が分離結成した五両英氏に患者として斎藤はじめを送るなどして、近藤暗殺計画を未然に防ぎ、伊藤藤道平介を暗殺して五両英氏を壊滅させた。慶応3年6月、爆心に取り立てられる。しかし、同年十月十四日、徳川義信が将軍職を辞した。 12月9日に王政復古の大号令が発せられるに至り、江戸幕府は事実上終焉した。慶応4年に1月3日、とは、伏見の戦いに始まる、母親戦争が勃発し、都市像は、墨染事件で負傷した近藤の代わりに新選組を率いて戦うが、新政府軍の攻勢の前に敗北する。その後、江戸城に途上した都市像は、 桜藩エドルス教約のヨダ学会に宣教を尋ねられると、エビスキワ法に、膝れば不可。僕、剣を帯やりを取り、一模様を得るところなしと語り、様式軍備の必要性を痛感したとされる。もっとも、都市蔵は、蕎不伏見の戦いで敗北する以前の文久三年には、すでに、三武寺の境内において、銃や大砲の様式訓練を行っており、 その年の8月18日の政編では、実際に銃を使用し、果敢に徴収税を打ち払ったという記述も存在する。戸場・伏見の戦いで敗れた、幕府軍が大阪から江戸い撤退した後、近藤は、大久保強し、都市は、内藤隼人と偽名を名乗り、新選組を、紅葉陳部隊に改名して、海野国に向かう。しかし3月6日、 甲州勝沼の戦いにて大敗。歳蔵は戦争前に急ぎ援軍要請へ向かったが、成功しなかった。その後、流れ山で再起を図っていたが、4月3日、新政府軍に包囲された近藤が、大久保山と名を偽り投降。この時、歳蔵が近藤の切腹を止めて、投降を進めたと言われている。歳蔵は、江戸へ向かい、勝海州裏に直談判し、 近藤の除名を嘆願したが実現せず、慶応4年4月25日、近藤は板橋刑場にて残首に処せられた。近藤投降後、除名嘆願の傍ら新選組を、斎藤はじめ改め山口次郎に託して、合図へ向かわせ、島田井沙織ら数名の大使のみを連れて、大鳥慶助らが率いる、旧幕府軍と合流。4月11日に、江戸会場が成立すると、 江戸を脱出し、都市蔵は、秋月昇之助率いる、先方軍の参謀を務めた。下立、下妻を経て、宇都宮城の戦いに勝利、宇都宮城を陥落させる。しかし、身分の戦いに敗れ、新政府軍と宇都宮で再戦した際に足を負傷し、本軍に先立って、合図へ護送されることとなった。合図で、約3ヶ月間の療養生活を送り、この間に、 近藤の墓を天寧寺内に建てたと言われる。全開して戦線に復帰した後は、その指揮を山口次郎に委ね、山口の支援をしつつ、合図の防戦に尽力するが、8月に、ボナリ峠の戦いの敗戦に伴い合図戦争が激化。都市蔵は援軍を求めて、庄内藩に向かうが、すでに新政府軍への強順に転じていた、庄内藩においては入場さえ叶わなかった。 都市は合図から仙台藩へ向かうことを決めた。同じように戦列を離れた大鳥に対して山口らは合図藩に忠誠を尽くすべきだと訴えたということが函館戦争後に現在の青森県で記録された古文書にある。肘方は合図藩領では新選組に復帰してはいなかった。そして城下に残る山口らと仙台へ 天寧寺から離脱した大使たちとに新戦組は分裂する。仙台に至り、江本武明率いる旧幕府海軍と合流。江本と共に奥越列藩同盟の軍議に参加した。間もなく奥越列藩同盟が崩壊し、同盟藩が次々と新政府軍に降伏した後は、新戦組生き残り大使に桑名藩士らを加えて、大野郷丸に乗船し、 榎本とらと共に10月12日仙台織浜を出港し、江戸地に渡った。肘方歳三蔵肘方歳三最後の慈悲肘方歳三吉豊の石踏み10月20日、江戸地橋の木に上陸後、歳三は感動軍総督となり五稜閣へ向かった。新選組は総督、大鳥圭介の下で本堂を進んだが、歳三には、 島田エサオラ数名の新選組大使が常に従っていたという。函館、五稜郭を占領後、都市は、非対兵隊などを率いて、正木へ進軍して、正木城を陥落させ、残兵を江差まで追撃した。この時、江本武明は、肘方軍を海から援護するため、軍艦、平北か丸で餌子沖へ向かったが、暴風雨に合図江差に上陸して、 海洋丸の沈没していく姿を見守っていた江ノ本と都市像は、そばにあった松の木を叩いて嘆きあったと言われ、今でもその嘆きの松が残っている。江差しを無事占領した都市像は、正木城,城へ一度戻り、12月15日に江ノ本が各国領事を招待して催した江戸時、平定祝賀会に合わせて五両閣へ外戦した。その後、幹部を決定する選挙が行われ、 榎本を総裁とする江戸共和国が成立し、都市蔵は幹部として陸軍部業並みとなり、箱館市中取締りや陸海軍裁判局頭取りも兼ねた。箱館の地でも都市蔵は冷静だったという。箱館政府が樹立され、榎本らが祝杯を交わしている時も都市蔵は一人沈黙を保ち、今は酒を飲み浮かれる時ではないと言っていたと伝わる。 1>, 1月から2月にかけては、箱館、五稜郭の整備にあたり、3月には新政府軍襲来の情報が入ったため、都市像は新政府軍の鋼鉄艦ダッシュを目的とした、宮古湾海戦に参加。しかし作戦は、不運続きで失敗。多数の死傷者が出るも、都市像は生還する。明治2年4月9日、新政府軍が江戸千代戸部に上陸を開始。都市像は、 二股口の戦いで新政府軍の進撃に対し徹底防戦する。その戦闘中に新政府軍は鈴の音を鳴らし、包囲したと思わせる行動をとった。これに肘型軍の将兵は動揺したが、歳造は本当に包囲しようとするなら音を隠し気づかれないようにすると冷静に状況を判断し部下を落ち着かせた。また、戦いの合間に歳造は部下たちに自ら酒を ふるまって回った。そして、よって、軍律を乱してもらっては困るので皆一杯だけだと言ったため、部下は笑って了承したという。肘方軍が死守していた二股口は、連戦連勝したが、もう一方の正木口が破られて退路が立たれ、包囲される、危険性があったため、やむなく二股口を退却、五両閣へ帰還した。そして、明治二年五月十一日、 新政府軍の函館総攻撃が開始され、島田らが守備していた弁天台場が新政府軍に包囲され孤立、都市像は救出のためわずかな兵を率いて出陣。新政府軍艦、朝日丸が味方の軍艦によって撃沈されたのを見て、この騎死するべからずっと大勝、函館一本目関門にて、陸軍武行天役、大の右中に命じて敗走してくる味方を押し出し、我が子の策にありて、 死にく者を切らんと宣告した。都市像は一本目関門を守備し、七重浜より攻めくる新政府軍に応戦。馬上で指揮を取った。最後については、諸説あるが、都市像は乱戦の最中に腹部に銃弾を受け、落馬したとされる。彼の命令によって、大和方面に進軍していた王の率いる兵士らは、一時勢力を盛り返していたが、 必死の指揮も虚しく、総崩れとなった。彼がやむを得ず、引き返したところ、同じく陸軍武行店役の安富西助から、歳蔵が撃たれたことを知らされたという。大野は急いで駆けつけたが、彼はすでに絶命していたとされる。歳蔵の遺体は小芝長之助らに引き取られ、他の戦死者と共に、五稜閣内に埋葬されたとも、 別の場所に暗記されたとも言われ、未だに埋葬場所は判明していない。去年三十くしくも名優、近藤と同じ去年であった。榎本軍が降伏したのはその六日後のことだった。時世の句は、吉闇は、江戸が、島辺に朽ちぬとも、魂は、東の君山もらむ。他と日々は、江戸の島根に朽ちるとも、魂は、 東の君や守らんとも伝わっていたが、島田がまとめたとされる、和歌集の関東家、鉾取りて月見るごとに思うなり明日は、カバネの上に照らしかとが、土方の自生と考えられるとの説を、両前歴史館の木村幸彦が述べている。墓所や慰霊碑が、以下の各地にある。都市像が、銃弾に倒れたという一本目関門跡に近い、和松緑地公園には、 肘方歳三最後の地碑が立つ。天然理心流司令官に入門した翌年の万円元年に刊行された武術英名録に肘方歳三の名が掲載されており、すでに一定の実力に達していたことが伺える。ただし、天然理心流道場では歳三は中極異目録までの記録しか現存していない。しかし、多様なバックボーンを備えていたためか、 路上での実戦では、滅法強かったと言われている。切り合いの時、足元の砂を相手にぶつけてひるんだ隙に切り伏せたり、首を絞めて考察したりなど、剣術修行の方にとらわれず、縦横無人に戦闘をしていたという。実際に、戦地でも常に最前線で戦い、多数の修羅場を体験しながらも、剣撃で斬殺されてはいないことからも、相当な実力を誇っていたと見られる。 長倉や斎藤、沖田や近藤も同様である。シンクの綿紐に、朱塗りの革銅など洒落た防具を使用していたという。高畑不動の境内をよく稽古場所として使っていたとも言われる。新選組が頓所としていた、八木亭の八木ため三郎の十回によれば、新選組の剣術稽古で、近藤勇や芹沢鴨は高いところに座って見ていることが多かったが、都市像は、 いつも、銅をつけて、汗を流しながら指導していたという。出身地の東京都日野市は、町を挙げて、土方歳三を追悼を、検証している。市内の高畑不動尊金剛寺は、大日堂に位牌が安置され、菩提寺とされている。聖火跡は、土方歳三資料館となっている。土方歳三の命日に近い5月の第2、土日曜日に、日野新鮮組祭りを開催している。 2019年は、没後150周年行事を展開している。肘方歳三が登場する作品は、新選組、新選組を主題にした作品、カテゴリー、新選組を題材とした作品も参照のこと。昭和40年代には、新選組結風録や、萌え予見で栗塚朝日が演じて、以降、国民的な人気を得た。ありがとうございます。